ふせゆきチャンネル。新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、失礼いたします。はい、電話の切る時に終わらせようとしてですね。はい、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 失礼いたします。みたいなら、あ、でも終わりにかかるよね。終わりにかかると三掛ける、ね、例えかける、ね、お互いそう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 、聞いてないもん最後。あ、はい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 、ありがとうございます。よろしくお願いします。いただきま す。ありがとう、せっちゃんが作ってくれてました。いえいえ、朝食です。目玉焼き派かスクランブルエッグ派かで、うん、大喧嘩したね。ゆきちゃん目玉焼きも好きやと思ったね、言うても。うん、いや好きだよ。でも卵料理ランキングで言ったら卵料理強すぎるって。卵料理ランキングで目玉焼き一番下でしょ絶対。じゃないって、卵かけご飯も美味しいしさ、うん、でスクランブルエッグも美味しいやん、オムレツも美味しいしさ、うん、オムライスも美味しい、うん、逆にある、勝てるもある、こいつ。なんかしら勝てるでしょ。そうなんだ。え、でも最下位って言われてたら作る。ああ、いや、最下位で、それは絶対聞いてきたから。違う、私そんな目玉焼き最下位ですとか言ってないもん。そっか。強いて言えば、聞いちゃったもんね。え、そうそう、私はスクランブルエッグのが好きだよっていう話をしたら、ね、ない。ランキング、例えば、うん、目玉焼きが10位だとしたらさ、うん、スクランブルエッグは何位なの？相対的に、例えば。1位。めちゃめちゃ触るよ。せっちゃん的にはつけ麺とラーメン基本なんだろうね。スクランブルエッグと目玉焼きが、なるほど、まあ、あんま変わらんみたいなランキングが。え、せっちゃんはあれなの、目玉焼きなの好きなの？うん、あ、目玉焼きの方が好きなの？うん、あ、うん、うん、うん、おいしい、おいしいよ、本当に。本当に？うん、本当においしい。でもスクランブルエッグやったらもっとおいしい、うん、そうなんだよね。そうなんだよね。そう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 。いいって別に。でもそんな私の好きな食べ物に合わせてさ、ご飯作るのいい。大事でしょ。うん、二人暮らしって一番大事。ほんと？うん、いや、そしたらそうめん、毎日そうめんなんですけど。なってたよ。私だから一人で在宅の昼とかに頑張って食べてるもん。うん、好きを見つけてね。そうそう、絶対そんな好きじゃないんだろうなと思って。みんなはどっちが好きですか？うん、目玉焼きとスクランブルエッグ。コミュニティで投稿しとこう。確かに、それちょっと気になるね。うん、インターネットペローンって剥げちゃってね、失敗。本当じゃん、完熟？完熟。いいの？あ、いいよいいよ。うん、よかった、そっち上手だったね。うん、めっちゃ綺麗。うん、うまいんだよね。うまい、めっちゃうまい、うん、あ、これ褒められるから、せっちゃん好きなんだ。そうかも、俺褒められるからかもしれない。めっちゃ褒めてくれるよね。すごいって。すごい、うん、さすがに嬉しい。自分作れないからかな。作れないからスクランブルエッグの方が美味しいって言い聞かせてるのかもしれん、自分に。悲しいね。本当は目玉焼き食べたいのにね。うん、自分に正直になれない。そうだね、そういうことだ。美味しいでしょ、でも。うん、ありがとう、気づかせてくれて。言った方がいいじゃん、自分の気持ちを。スクランブルエッグが好きって。いや、それはもうなんか自分の中で思い込みで出来上がった偶像。なるほどね。合ってる日本語。わかんない。不思議な言葉使ってるかもしれない。あの、おじさんがね、うん、もうサーロインステーキみたいな脂っこいの食べれないから、うん、赤身が一番うまいみたいなやつね。ああ、そう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 。それかもしれない。そうそうそう。本当はサーロインが食べたいのに、うん、納得するためにそう言ってる可能性あるよね。そう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 、そういうこと。うん、偶像。これ偶像って言うんだ。合ってるか。私マジで適当にさ、そう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 、日本語使うからさ。おもろいよね。なんだっけ、吉兆だっけ。そうそうそう、吉兆。悪いことが起こる吉兆。吉兆って、ね、逆だもん、全部。よくないね、うん、雰囲気で喋ってる。面白い。どんな一年にしたいですか、今年は。急がない、やっぱり。うん、ゆっくり。めっちゃそれだよと思う、なんか。急いでね、急いでね、今気をつけて。急がないかな。余裕を持つ。余裕を持つために急がない。うん。行動に落とし込むわ、その目標を。うん、素晴らしい。本当に、ゆとり。ゆとりだ。本当に余裕なくていいことないもん。うん。余裕あって悪いことないもんね。しかも。しかもさらにさ。別
かにちょっと分かりづらいよね。なくてないだもんね。教訓とかさ、決めるときさ、ないじゃなくてさ、するとかにする。そうだそうだ、あるね。余裕を持つみたいなこと、ね。あ、そう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 、そうだね。否定文を、うん、頭で認識できないっていうよね。うん、そう、なんか目標とかね、否定文じゃない方がいい。しないとかじゃなくて、ね。ああ、そう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 。ね。おやつ食べないとかじゃなくて。うん、何々を食べる。うん。遅刻するするの方がいい。まだね、まだそっちの方がいい。まだね、マシだね、うん、でも確かに遅刻する目標にしてる方がさ、遅刻しなそうだね。確かに計画的に遅刻するのむずいもんね、うん、むずいよね。確かに遅刻しなそう。それいいな。もし遅刻してもね、今年の目標遅刻するなんでって言えるし、最悪じゃん。誰か怒られちゃう、ぶち切れる。知らんし、それ私ってなる。なんで、ゆとりを持つ。うん、ゆとりね。これ、急がない。急がない。急が、あ、え、ゆとりを持つ。確かに、間違えてるな。ゆっくりする。ゆっくりする。急がないの反対、ゆっくりする。まあ、確かに。ゆっくりする、ちょっと恥ずかしいな。今年の目標、ゆっくりする。いいや。いやいやいや、なんもしないや、そいつ。恥ずいな。めっちゃいいけどな。すごい豊かそう、人生。そうだね、確かにね。うん、もうね、一旦ゆっくりするから。おもろ。安静にしてるよね、絶対。うん、ちょっとゆっくりしようってなるもんね。絶対ゆっくりする。私は、ゆとりを持って。そうだね、それでいきましょう。思い出そう、折り上げるごとに。いやだな、めっちゃさ、せっちゃんだらだらしててさ、うん、ゆっくりするだから今年の目標みたいな言われた。確かに、あ、すごい、いい免罪符手に入れちゃった。イラッとするかもしれない。え、嘘、どうしよう、ゆとり持って。ミスった。私が提案しちゃった。じゃあどっちもゆっくりにするにしようか。よしさん、ゆとり持った方がいいよ。いやいや、ゆっくりするわ、私。産休も入るし、まあ、ゆっくりした方がいい。確かに。実際ね、4月末が出産予定日なので、うん、5月からで4月に保育園に入れたらいいなって感じなんで、11ヶ月休むかなって思ってます、どっちも。うん、分かんないけどね、産んでみないと。うん、分かんないこといっぱいあるくない。うん、でもマジで全然いらんわ、11ヶ月ってなるかもしれん。職場の人結構1ヶ月3ヶ月くらいなんだよね、長くても。うん、そっち長いよね。やっぱ女の人の方が長くとるよね。うん、でも子育ては男の人が向いてる説唱えてるから私。ああ、そうだね、うん、一貫性があるからね。一貫性あるから。ホルモンに左右されないって話ね。そう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 。まあ同じだけ休んでればいいかな、うん、一緒に復帰してかな。ね、うん、まあ楽しく過ごそう。そうだね、確かに。それが一番。何事も楽しんだ方がいい。ね、よし、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。ゆるっといこう、こんな感じで。あ、なるほどね。今年の動画こんな感じになる。求められてるから、いけるかな。どうだろう。わかんない。ちょっとコメントください。もっとビシビシやれとか。ね、キリキリ喋れとかね。喋れとかね。そしたら編集で早回しして。お届けするんで。私はそう、ゆとりだから。ゆっくり喋って。バイバイ。